入りたいゼミに入ることができます。髪の毛を青色に染めて全身ドナルドダックになってしまった大学生です。それでは一昨日髪の毛を染めましたので披露していきたいと思います。3、2、1。ブッブッブッ。はい、どうでしょうか。青を入れました。金髪だった部分に毛先の根元だけは染めずに毛先だけ青色入れてもらって、それで上も青着て下は白着てここに黄色があって、もう完全に僕は今日ドナルドダックなんですが、今日オリエンテーションがあったんですけど、3年生でこれからゼミ選択があって、そのゼミの先生と面接をするんですが、あと2時間後ぐらいに。いや、めっちゃ緊張してるのよ。僕がね、入ろうとしてるゼミの先生が外国人の先生です。全部そのゼミもオールイングリッシュでやるし、これからやる面接も絶対英語だから、なんか僕普段から全然英語喋んないし、だから緊張してんのよ。だからちょっと怖いなって思って動画を回したんですけど、まあ、今から面接するわけじゃないんだけどね。ちょっと話したくて動画回しました。その受け答え、なんか僕聞くことはなんかちょっと、聞くことは話すことよりちょっと上手だと思う。上手っていうか、話せないんですよ、多分自分から、英語をなんか話すことがなんかちょっとできなくて、その先生の会話自体をちゃんと聞いて、その課題ちゃんとやったりとか、先生が今からこれやるよとか言ってるってことはちゃんと理解できるんですけど、その、なんていうの？マジで自分から英語が話せないんですよ。日本語も難しいけど僕にとっては。まあ、その先生自体すごく優しくて、僕がそのゼミに入りたいっていう大きな理由の一つに、その先生が優しいってところもあるんですけど、だからその、ちょっとね。甘めにお願いします、先生。絶対見ないですけど、これも。その面接をした後、いつそのゼミに入れるかどうか決まるかっていうと、その今日の夜8時に、その学校の掲示板に投稿されるって言ってたんですけど、その時間帯にお友達と遊んでるわけですよ、今日僕のお家で。やばいって。いや、みんな多分その発表されると思うんだよ。その一次選考が今日なんですけど。怖くね？そんな、誰か落ちたりしたら嫌やん。僕だってこんな動画撮ってるのにさ、落ちたりしたらどうすんのって思う。嫌だよ、本当に。落ちたくない。ということで、皆さんおはようございます。次の日になってしまったんですけど、ゼミの発表が終わりました。本当はね、ちょっと待って、ブスすぎる。本当はね、昨日のその発表する時間に動画を撮りたかったんだけど、やっとお友達もいたし、ちょっと恥ずかしかったので、撮ることはできませんでしたが、なんと、この度、この、ドロナダルダックくんは、入りたいゼミに入ることができました。ありがとうございます。これから楽しく先生とお友達とゼミの生活を送っていきたいと思うのでよろしくお願いいたします。で、前回ね、キーボードを探すみたいな動画を出して、そのスマホスタンドじゃなくて PC スタンドを頼んだんですよ、 Amazon で。こちらを開けていきたいと思います。せーの！ということで、これ、なんか、意外と、なんか、なんていうの？でかいね。でかくて、薄いと思いきや普通に分厚いですよ、これ。どうやって使うのかな？これで、足上げて。あ、ここに固定機能ないの？ロックはさすがにあるよね、多分。ん？説明書見ろよって話なんだけど。ちょっとこういうの一人でやりたいじゃん。あったあった。あげたら、声枯れちゃった。あげたら、スライドして、固定ですね。あ、来た。これも、こっちで固定。いた。びっくりした。で、ここが、これがパソコンを置ける部分か。で、おー。で、なんと、こちらに、こうやってスマホをこっちに、スマホじゃない、パソコンをこう置いたら、ここに、出てくるんですけど、こうやって、これが、服も黒で分かりにくいんだけど、これが、スマホスタンドです。両サイドについてます、これ。
ということで、早速机に置いていきましょう。はい、ということで、今僕が映ってるのかどうかを不安なんですけど、この絵が僕が普段使っている机です。それに、これを、ドンと。窓際にね、置いてて、あと、こんぐらいで置いて、こうですね。おぉ。不安、あー、ちょっと怖いな、でも。ここもなんかちょっと支えかなと思ったんですけど、別に違いましたね。だから、このパソコンを支えてくれるのは、前はこれだけってことね。まあいいかもしれないね。で、あとスマホ今撮っちゃってる。あ、もう昔の？こういうのを、ここに置くと。遠いな！これ意味ある？普通にこういうスマホスタンドを持ってるから、後ろのスマホスタンドは多分使いませんね。はい、ということでね、この高さになってしまったので、多分本当にキーボードは必要かもしれない。こうやって手伸ばすのは多分さすがに厳しいから、キーボードは買いましょう。パッ！ということで、パソコンのね、スタンドも買って、新しいゼミも決まって、いや、これを最初に言えって話なんだけど、新しいゼミも決まって、パソコンの環境も変わって、で、卒論もね、これから3、4、4年生で書いていくから、環境を変えるのはとてもいいことだと思うので、この新しい季節、季節じゃない、この新しい学期、皆さん、一緒に頑張っていきましょう。